皆さんこんにちは、コウです。今日は7月7日七夕の日なんですけど、ドイツで僕もワクチンの予約が取れて、今日は1本目のワクチンを取りに行くので動画を回しています。今日打った後に、どんな症状が出るのかとか、1日を通してどんな変化があるのかみたいなところを動画にしてあげていきます。もし1週間のうちに他の症状が起きた場合は追加で取ろうと思うんですけど、今のところこの1日の経過を報告できたらなと思います。このチャンネルではドイツのことを中心にヨーロッパのことを配信しています。もし興味がこの中で、たまたまこの動画を見てくださった人の中である場合は、ぜひチャンネル登録とをしていただけると今後の動画も終えるかなと思います。なのでぜひご覧ください。そしてこの動画最後まで見て良かったなと思う方は高評価の方もお願いします。あとインスタグラムやツイッターもやってるので、よかったらフォローお願いします。それではご覧ください。はい、ということで注射打ってきました。あっという間でした。いろいろメモってきましたよ。順に話していきます。で、画像もいくつか撮ったので、その撮った画像も一緒に、紹介していきたいなと思うんですけど、まずワクチン取るまでの流れを全部説明します。ワクチンまず最初にやったのがウェブサイトで予約しました。日付が書いてあって、その日付をクリックすると時間帯が選べて、その時間帯をクリックして予約完了というふうになります。で、そのスケジュールで決めた時間に僕はその、会場に向かって行ったんですけど、会場の写真この辺に貼っといて、で撮ったんですけど、予約のなんか名前とか押さえてるのかなと思ったら全然押さえてなくて、急に問診票ありますかみたいな、予約の紙じゃなくて問診票ありますかって聞かれて、問診票はないですって言ったら、あ、じゃあこれ書いてくださいって言って、急にこうパッて渡されて、でちょっとまたそれもここに貼るんですけど、全部ドイツ語で書かれた問診票が唐突に渡されました。で、僕が、まだ全然ドイツ語読めないので、かなり問診票むずくて、大体アレルギーありますかみたいなことが書いてあるんですけど、その辺いろいろチェックしながら、記入しました。なので、今後ワクチンとかっていう話はきっともうないかもしれないんですけど、病院とかの問診票もしかしたらドイツ語で書かれてるケースが多いのかなって今日ので分かったので、もしこれからドイツに住む方や、ドイツでどんな風になってるんだろうって気になってた方は、おそらくドイツ語でしか書かれてないので、おすすめは僕もやってるんですけど、Google 翻訳ってオフラインでも使えたりするんですよね。なので翻訳機能をオフラインでも使える状態にしといて、いざとなったらそういうのをツールを使ってなんとか検索して乗り越えるのがいいかなと思います。で、その後どうなったかっていうと、呼び出しをされて、僕の場合5人1ペア1グループ5人1グループで、1つの部屋に入りました。で、そこで、ワクチンってどんなワクチンを打つのかっていうレクチャー動画みたいなのをスライドで流してもらって、それを聞いてました。で、その動画は全部ドイツ語で喋っていて、字幕はドイツ語もなく、で字幕があると僕なんとなくわかるっていう時があるんですけど、今回もう音だけだったので、もう本当ニュアンスで、あ、ホームページ見た方がいい、詳細ホームページ見てくださいみたいなこと言ってるなっていうのを、随所で聞いてました。なので、ぶっちゃけると100%どころか、もうなんか 20% 分かったかなぐらいの感じなので、体に関わるこういうことを 20% の理解でやったんだなと思って、ちょっと自分でも引きますけど、その前の事前調査とかあったし、どんな注射を打つのかは知ってたので、僕はその説明で、普通に受けました。その後ですね、一人ずつ部屋に呼ばれます。一人ずつ呼ばれるときに、名前を呼ばれるんですけど、呼ばれました。はい。で、書類に記載の内容を聞かれる。はい、そうですね。最初は問診票で書かれているところに、ワクチンに関しては同意書とかもあるんですね。で、その同意書にある内容をちゃんと分かったのっていうのを改めてお医者さんと、ワンオンワン、フェイスとフェイスで喋るときに聞かれました。で、分かんないとこあったら聞いてね、みたいな、すごく優しい方で、で、僕、ドイツ語、全然わかんなくても結構日本語じゃない、間違えた、英語ならいけますみたいなこと言ったら、そのドイツ語の先生、多分お医者さんなんですけど、片言だったんですけど、英語で教えてくれました。最近すごい不思議に思うのは、なんかお医者さんとか結構英語喋れない、喋れるけど、僕
がいる環境で喋ってる人たちみたいな英語流暢な人があんまりいないんだなっていうのを最近思ってます。だからやっぱこういう病院とか医療系のところ行くときって結構ドイツ語喋れないと辛いのかなっていうのを感じてます。ではい、でその後すぐにまあもろもろ説明聞いた後に注射を打つんですけど、結構いろんな方がツイッターとか、まあ、YouTube もそうですけど上げてるんですけど、あの全然痛くなかったって言っててで僕も注射元からそんなに苦手じゃないし、あの結構その採血とかもやったりしたことあるんで、むしろそういうのが痛いの知ってるので、まあ、痛くないだろうと思ったら、その痛くないだろうと思ってたよりも痛くなかったです。なんかほんとチクすらしない注射で、あ、なんか最近の注射すごいのかなっていうふうにも思ったし、まあ、今回のワクチンの注射がねそういう種類っていうのもあって、あの痛くなかったのかなと思います。でこの後あの僕全然知らなかったんですけど、あの特徴なのがワクチン接種して大丈夫かっていうのを確認するために15分間待合室、もともといたんですけど待合室に15分間待機するっていう時間を、設けました。なのであの注射打って僕スケジュール的にまあすぐ帰れるかなと思ってたんですけど、あの15分間そこで待機して自分でストップウォッチをピーってやってあの15分経ちましたみたいなことを言うと、あのワクチンパスポートもらうんですけど、それの1回目のところに判子をしてもらって、返してもらうっていうふうになりました。でじゃあ2回目といつ来ればいいですか、時間いつ来ればいいですかって聞いたら、あ、まあ、それに関しては今日記載をしてもらったメールアドレスに当てて何時に来てくださいっていうのを送るので心配ないですよって言われて、今家に帰ってきたという流れです。バーって調べましたけど伝わりましたかね。ポイントとしては、日本大きく違うのはやっぱり語学言語です。あの医療関係とはいえ別に英語の資料が用意されてるわけでもなくて完全にドイツ語です。なのでもし本当になんか心配性とか不安な人とか、まあ、今回のワクチンの場合持病を持ってる方は結構何か危ないことが起きやすいっていうふうに言われてるので、あらかじめドイツ語で書かれてしまうんだなっていうのを把握した上で、ワクチンの注射を打ちに行ってほしいなと思います。あとはそうですね、はい、そんなとこかな、まあ、注射も痛くなかったしワクチンパスポートも、1回目のやつ受け取れたしすごく良、かったなと思います。でちなみにあのなんだろうな、あの打った後の痛みとかの話になるんですけど、今注射打ってから大体3時間4時間ぐらい経ったんですけど、あの噂通りあの左に打ったんですけど左腕は若干重いです。なんかあの僕めっちゃ筋トレ大好きなんですけど、あの腕立て伏せ結構負荷強めにやった日の次の日みたいな痛みがします。筋肉痛がします。でもまあこの痛み結構好きなのでド M ではないんですけど、この痛みよくやってあ効いてるなと思う痛みなので、あいつものやつだなと思います。あとは若干体がほてってるので、あの体温計ないけど多分、いつもより体温上がってる気がします。はい、で冒頭のオープニングでもお伝えした通り、このあと1日の流れの中で大きな変化があった場合はまた撮影して、動画の方に付け加えます。もしなければこれエンディングで終わると思うんですけど、もしあれば、このあとにまた何か話したいと思います。では一旦そんな報告です。おはようございます、こうです。おはようございますって言った通り、これは注射を打った日の2日目の動画になります。この通り、注射打った場所は相変わらずこのテープ貼ってあるんですけど、これ多分剥がしていい気がするんですけど貼ってあって、で今日なんですけど、まあ、この通り全然肩は上まで上がります。ただ、軽めの筋肉トレーニング、筋肉トレーニングってことではないんですけど、筋トレした後の次の日の痛みが今のところしてます。僕結構筋トレ大好きで筋トレするんですけど、負荷高めのやつやった次の日よりは全然痛くなくて、今朝起きて安心しました。あ、思ったよりはまだ今のところ痛くないなって思ってます。ただあの話聞いてると2日目の午後とかから急に来る人とかもいたりとかするので、まあ、今日ももしなんかすごい肩が重いなって思った時にちょっと回してみたりとかしようかなと思ってます。はい、今のところ熱とかも特にないし、良かったなと思います。油断せずに体の状態は気にしつつ、今日も普段通りの作業をしていこうと思います。2日目の朝からの報告は以上です。
はようございます。2日目の朝です。ですね、昨日何も撮影朝以外しなかったんですけど、理由は何も起きなかったからです。はい、ありがたいことに副作用全然なくて、熱とかも別に出なくて、結局3日目今なったんですけど、もう本当痛みもなくて、治ったというか、もう終わったのかなって今思ってます。ただなんか噂に聞くと、なんかファイザーの場合は2回目の注射で結構副作用出る若い人が多いって聞いたので、1回目なのでまだまだ打ってないだけかなと思います。はい、なのでもう2日目になって全然症状も何もないので、これで、この動画は終わるかなと思うので締めさせてください。はい、この動画では、このチャンネルではドイツや EU のことを発信しています。引き続き、それらの動画見たいなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると本当に嬉しいです。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ダンキシュン、チュース。